はい、こんにちは。札幌占い美容師の後藤です。今回はダミーウルフのカットをちょっとやりたいと思うんですけど、あのウルフカットで皆さん一番なんですけど、ここら辺がパサパサしてきませんかね。この辺とかカットラインが、通常にレイヤーを入れると特にハイレイヤーとか入れると、ここにパサパサした毛がきますよね。カットラインがこうバーッと2段になるっていうんですか、よくこう2段になる人いると思うんですけど、そういう場合はツヤを出しながらレイヤー、ウルフのレイヤーを入れていく方法っていうのがあります。それがダミーウルフなんですけど、こうやった時にこういうことないですかね。ここでこうやった時にここにカットラインがバーって溜まる場合で、ここら辺にカットラインが溜まって、でここのつなぎがバサバサしちゃう、ここのところがこういう風に毛羽立っちゃう、こういう風に重なってる毛がここがバーって毛羽立っちゃうパターンって結構あると思うんです。ここがこうなって、ここでこうバーって毛羽立ちがある、でアイロンかけてもここら辺がバーってなっちゃうみたいな、結構多いから、そういう場合にやる方法なんですけども、今までの A ラインのシルエットにプラスアルファ偽物のレイヤーをかぶせるっていうだけなんですけど、今ここで下の方を基本的に、A ラインのワンレンで切ってるんで、ツヤは絶対ここはあるわけですね。でこのバックにあってもここのツヤはあります。つなげて切っちゃうと、こうやって全部つなげてこうやって切っちゃうと、ここがバーってなっちゃうわけですね。なので基本的にじゃあどうするかっていうと、ダミーウルフの切り方としては、だいたいつむじのこのパートのところですね、パートから指2本分、多い人で指2本分でここ3センチなんですけど、で指3本にすると5センチになります。だいたい僕は2本の3センチで入れてます。ここをギザギザに入れますね。で本当にちょっとしか入れない場合は指1本にしてます。でこのパートのところギザ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 って入れて入れますね。で取ったら、こういうアルツセニングっていうセニングで、これそぎではなくてラインを作るセニングなんですけど、どうやってやるかっていうと、こう収めたいので、このままの形状でこっち側にこう持ってきながらぼかしてこう切っていきます。逆刃で切るんですけど、この R2 だとちょうどいいそぎ率なんですけど、バーッて逃がしながら切っていきますね。そうするとここにラインがこうライン出したい人なんです。でライン出したくない人は、僕はよくやってるんですけど、このままここの縦に取ったら、これを反対側にサイドチェンジっていうのをして、ここを動かしながらこうやって取っていくと、ここだけに繋がらないのが作れますよね。そうするとここにパサパサしないレイヤーができて、で1回レイヤー入れちゃうと今度ワンレンに戻せないんですよね。でこれだとまた戻したりとかできるじゃないですか。なのでそういう感じにすると、高さが出せるふんわりしたスタイルがちょっと作れます。なんでここからバーってこう面倒くさくつなげなくても全然大丈夫なんで、パーマかけた時も実はこの方が綺麗で、このバサバサしたところがあるとパーマかけても汚いですね。やっぱりこの鋭角になっちゃうね、毛先が。ということで、結構ウルフのレイヤースタイルとかはこのように切っていきます。で反対パートもギザギザに、今7対3の割合、6対4ぐらいかなで分かれてるんですけど、こっちのパートが多い方を指3本分指2本分の3センチで、このパートがちっちゃい方は僕指1本で切ってるんですよ。なんでこっち3本の、あ、2本、こっち2本のこっち1本なんで、それでちょっとバランスがあるって感じにしてます。でこれ両方とも64とか73で指2本ずつの 3センチにしちゃうと、どうしても右の方が高さが下がって左だけ上がって見えるとか、そういう感じになっちゃうので、そこは気をつけてください。なんで高さはこの真ん中にセンターにするのはいいんですけど、だいたい7対3とか6、4なんで、片方は指2本、片方は1本、もしくは3本でやるなら3本、2本とか、ここをやるといいです。でやり方は基本的にこうちょっとアイロンかけてから切ってもいいと思うんですけど、こういう風になってるのをそのままこっちに R を入れるんですよ。こっちに R 入れてきます。で落ちるときにこうこっちの R になります。こういう感じで、逆はこういう R をイメージしながらコンベックスに切りたいんで、このまま逃がしていきますっていう感じです。でバックも同様なんですけど、ここちょっと見ながら今度は
このまま前に向かってバーって切っていきますね。そうするとここに、繋がります。このままだとここ繋がらないんで、僕はこのダイバルタンっていうのでここをヤスリがけするみたいな感じで、これでこう綺麗に面を取るんですね。で面を取ってよりここを綺麗に繋げていくっていうような感じにしてます。今回本当そんなカットにしてて、ふんわり綺麗になってる感じですね。